皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の夏期講習数学第5回目、5日目は正の数、負の数の除法、割り算について説明します。では始めます。正負の数の除法、割り算、これ同符号の二数の小、小というのは割り算の答えですね。これは正の数になると、こういうルールがありました。括弧1番、プラス10割るプラス5、正の数同士の割り算ですから答えは正の数になります。10割る5はプラス2ですけど、プラスを書かないで2、こう書いておきましょう。正の数というのはプラスの符号を省くことができましたね。括弧2番です。マイナス12割るマイナス4、負の数同士の割り算ですね。ですから答え正の数になって、12割る4は3です。ですからプラス3ですけれど、3、こう書いておきましょう。次です。異符号の二数の小は負の数になる。つまりプラスとマイナスの割り算で、マイナスとプラスの割り算、この答えは負の数、マイナスの数になるということです。括弧3番、マイナス24割る6、負の数割る正の数ですね。ですから答えは負の数になって、マイナスをつけて24割る6、4ですね。答えマイナス4になります。4番、45割るマイナス9、正の数割る負の数ですね。答えは負の数になるので、マイナスを書いて、45割る9は5ですからマイナス5、これが答えになります。さて、割り算では逆数を使って掛け算に直して計算することができます。では逆数ってどんな数だったんでしょうか。小学校6年生の時にもう勉強しています。二数の積、これ2つの数を掛けたとき、その答えが1になる場合、この場合その数をもう一方の数の逆数、こんなふうに言います。具体的には3分の2の逆数、これは分数の場合は簡単で、分母と分子を入れ替えればいいんですから、3分の2を入れ替えると2分の3になります。ですから3分の2の逆数は2分の3ですし、2分の3の逆数は3分の2、こんなふうに言えるんですね。括弧6番、マイナス5の逆数、これはマイナス5分の1なんですね。これなぜかというと、このマイナス5はマイナス1分の5とこう考えます。これをひっくり返せばいいので、マイナス5分の1こうなるんですね。マイナス5の逆数はマイナス5分の1ですし、マイナス5分の1の逆数はマイナス5ということが言えます。そしてもう一つ確認しておきたいのが、正の数の逆数は正の数ですし、負の数の逆数は負の数になる、こういうことです。では次に移りますね。計算である数で割る、これはその逆数をかけるのと同じです。つまり割り算は逆数を使って掛け算にして計算することができる、こういうことですね。では実際にどういうことか7番で確認します。15割るマイナス3、これ割り算ですけれど、これを掛け算に直すと15かける逆数のマイナス3分の1とこうなります。もちろん約分をします。15と3で約分しますね。正の数かける負の数なので、答えは負の数になってマイナス5、これが答えになります。同じように8番、マイナス5分の3割る20分の9、これを割り算を掛け算に直すと、マイナス5分の3かける逆数の9分の20とこうなって、約分をします。5が1になり20が
4になりますね。で3と9は約分します。9は3ですね。答えは負の数かける正の数で負の数になってマイナス3分の4、これが8番の答えということです。上序の混じった計算、これでは乗法だけ、つまり掛け算だけの式にしてこれ計算していくんですね。で実際にやってみますね。9番、マイナス5かける10分の3割るマイナス12と、この部分が割りなんですけど、これを掛け算にします。でマイナス5かける10分の3で割り算の部分をかけるとすると、逆数を使ってマイナス12分の1とこうなります。もちろん約分をします。5と10を約分します。3と12を約分します。で負の数かける正の数かける負の数なので、負の数が2つある偶数からの答えは正の数になりますね。で分母は 2×4 と8と、分子は 1×1×1 で1と、答えは8分の1とこうなるわけです。10番に行きます。9分の5割るマイナス3分の2かける20分の7、この割り算のこの部分を掛け算に直します。9分の5かける、これ逆数にしますね、マイナス2分の3かける20分の7です。約分をします。9と3で約分をします。5と20で約分をします。正の数かける負の数かける正の数、負の数が1つありますね、奇数個ある、ですから答えは負の数になりますね。ですからマイナスを書いて、分母は 3×2×4 24ですね。分子は 1×1×7 で7、マイナス24分の7というのが10番の計算の答えということです。今回は正の数、負の数の除法、割り算について復習しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集で復習をしてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。